はいどうも皆さんこんにちは、イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は NV 確定10連召喚、在庫処分か大感謝か。今までツイッター見てても T だとか、あとはナイツみたいな固有ビジョン持ちを本当に見ない、あとはジェクトとかルールーとか最新キャラもマジで目にしないんだけど、出た人いますか？マジでさ、なくない？もうなんかイバラとか、あとはレイン、クラウド、エアリス、マジでこの辺しか見ないんだけど、本当に入っているのかと怪しいところですが、まあ、実況者の腕見していきたいなと思います。じゃあ早速回していきましょう。皆さんは、固有ビジョン持ち出ましたでしょうか？早速ね、やっていこう。乱数調整は今回2回でやっていきたいと思います。じゃあ行きましょう。3回目、今小指で押しましたんで、まあ、問題なく出てくれるんじゃないかなと思います。狙いで言うと、まあ、前回から引き続き、まあ、ガブラス、貫突させたいから欲しい。あとは、端線のスパトラが欲しいんで、端線とか出てくれたら嬉しいかな。ヒーダもやっぱ欲しい。さあ、来い。まあ、カードも今回、うわ、美しい流れ。あ、リノアはいいじゃん。全然当たりの部類ですよね。あ、嬉しい嬉しい。ありがとう、リノア。カードは今持ってないやつだと何？ジャンプか。リチャードのカードが欲しい。リチャードだ。リチャードとリチャードカード。これ出たらもう僕勝った。よ、来た。オッケー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 。ガブラスはめちゃくちゃ欲しい。素晴らしい。嬉しい。こんなに嬉しいガブラスは初めてだぞ。そして、あー、カードは被っちゃったか。まあまあまあ、悪くない。カードも悪くないね。ジタンか。あー、ジタンは今ちょっと微妙かな。最近もう使う機会はなくなっちゃったけど、トリキラー150はジタンしか持ってない。嘘。嘘。いや、ジタンだけか。あー、リンが持ってたかな。ちょっと忘れちゃったけど、ジタンもまだまだキラー不要役としては、カードは残念だな。まあ、使えるんじゃないかなと。さあ続いてフリージアか。影薄いよね。なんかロカとかレフティアと違ってフリージアはちょっと影薄いよね。まあちょっとね、あれだよね、バッツがいるからね。フリージアもなんかあの専用装備みたいのでね、強くなったら活躍の機会はあるんだけど、ちょっとカード微妙だな。カードめっちゃ微妙だね。さあ続いてレイフィー。いや、この辺りめっちゃ見る。ツイッターでレイフィー超見るもん。カードに関してはチミ毛量か。まあまあ悪くない悪くない。これ普通に強いもんね。レフティア、あ、いいね、いいね。レフティア、ロカちゃんは何体いても嬉しいからね。素晴らしい。さあ、続いてビジョンカード。ちょっと本当にリチャード頼むよ。リチャードカード。あー、クラウドカードね。頼む、残り4枠。いい、うわ、ほらほらほら。絶対来る。こいつ確率 100% だよね、マジで。本当に。これはひどすぎる。リチャードカード。あー、もう、13カードか。これもなかなか使えないよね。ノクティスか。嬉しい。これはシンプルに嬉しい。もうルーナとノクトはマジで好きだから何体いてもいい。もう、監督とか関係ないもんね。おいおい、カード被りはダメだろ。リチャード、来い、リチャード。ビビか。ビビももう監督プライチぐらいいるよ。これはひどい。ちょっと待って。固有ビジョン持ちマジで出ねえな。ラスト、来い、リチャード、クラ。いや、まあまあ、コラール出なかっただけマシとか思うしかないよね。さあ、やってまいりました。やはりクラウドは、まあ、出てくるよねと。待って、カード最悪すぎんか。何にも実りがなかった、10連。まあ、ガブラスと、まあ、リノアとガブラス、レフティア、この3体はまあまあまあっていう感じかな。これちょっと微妙だ。これ、マジひどいわ。ということで、皆さんはいかがだったでしょうか？固有ビジョン引けましたでしょうか？ぜひね、コメントで教えていただければと思います。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それじゃあ、またねー。